はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネル、プヌシのピヨタです。さあ今回も東方一層月やっていきたいと思います。今回はこちら、エクストラエリア1の、霊気があふれる風穴をやっていきたいと思います。まあだいたい、まあ霊気があふれる風穴ステージ1と書いてあるところから、まあ今までのね、あの他のステージエリアのステージとだいたい構成は、まあこんな感じな、ステージ3と4でその他になんか出てくるっていう、そんな感じで進んでいくのかなと思っております。なんでまあ雑魚のところは雑魚でみたいな感じ、結構もう全体攻撃でご利用しみたいな感じでやっていきたいと思います。うん、まあそんなにでっかくは変わってはいないですよね。まあちょっと敵が全員高体力なやつに見えますけど、そこを除けばそんなにですもんね。はい、まあとりあえずそんなに厳しくは、あれ結構体力高い。あー、6000超えしてますね。予想外に高かった。そっかそっか。じゃあこれは普通にアタックするのも大変なのかな？あーなるほど。なるほど。火力、誰違う、エルダーサーペントじゃなくて、バトルオックスが、いますね。不平、とりあえず、あの、瀕死時に特攻で 70% と、さらにアベンジャーも、の、アベンジャーの効果でか、アベンジャーの効果でちょっと高いんで、こいつは瀕死にさせたくはなかったんですけどね。まあいいや。これで倒せるでしょう。よかった。まあとりあえず、そっか、雑魚敵といえども意外と強くなってんだな。じゃあちょっと2ステージぐらい進めるかなって思ったんですけど、これはちょっと進めなさそうだな。スピード的に結構遅くなりそうですからね。いや、エクストラステージ結構僕楽しみにしてるんですよね。まあそれもありますけど、初っ端はね結構スピード出して飛ばしていく予定です。まあなんでかっていうと、あの EX のところのエリアの1の方の、ところにですね、ヤクモの家というものがあって、そちらの方でなんか、あのレベルの上限解放アイテムをね交換できるということなんで、早いことね行ってレベルを上げたいなっていう。全員レベル60から今んとこ動いてないですからね。なんでまあちょっとそういうことをやりたいなっていう思いからね、早く行きたいっていう感じです。よし。まあそれではもう喋ることもないんですよね、そんなに。じゃあまあとりあえず、なんでね、ちょっと動画の投稿のやつが微妙に、まあ微妙にですよね、どれくらい分開けましたかね。2回分か、1回か2回分くらい開いてるんですよね、今現在多分。で、なんでちょっとそういう空きができてしまったのかっていうわけですね。まあ今まで毎日投稿頑張ってやっていたんですけれども、だいたいね遅くても朝の4時までには上がってました。ですけどもちょっと、ツイッターを見てくださっている方ならわかるのですけれども、まあやっていない方のために説明いたしますと、ちょっと38度護衛の熱をですね、ちょっとやらかしまして、それでですね、まあついでに喉もやられまして、実況も取れないわ。でさらに、まあ そもそも動けなかったんですけど、実況も喉潰されてて取れないですし、まあそういうことで、ちょっと実況のねところに空きはできてしまいますけれども、お休みをいただきました。なんでね、現在、だいたい回復しました。まあ完璧には回復はしてないですけども、
それでもまあこんな感じでね、実況の声を聞いている限りではそんなに大差ないぐらいまで、回復はしているのではないかなと自分では思っております。まあ、もしかしたら違和感あったりしたらそれの影響です。はい、なんで、そんな感じでちょっとだけねお休みをさせていただきました。まあ待ってくださった方がいるのならばありがとうございました。まあこれからもよろしくお願いいたしますっていう感じで、はい、行きましょうか。で、属性エンハンスは、まあ沖縄ほんと強いですよね。沖縄のいいところは属性エンハンスっていう、何円属性エンハンスとかいうことじゃなくて、かけたキャラクターの属性攻撃を強化するっていうことなんで、まあ結構どのパーティーに入れても使えるというね。その他にもまあ速度バフもかけられますし、攻撃バフもいけますし、まあディレイ1の攻撃ですけれども、それを使えば一応ね、あの CT50% カットもつけられますから、まあかなり優秀って感じですよね。こういうね、天使さんも、まあ一応ね、火力自体は本来かなり低めのキャラクターなんですよ。防御は高いけど火力は低めみたいな、そんな感じのキャラクターなんですけども、それでもね、こういう風な感じで周りから、まあ攻撃的な支援をね、あげれば強くなりますからね。よし、まあとりあえず、攻撃はまあ、一番火力が高いキャラクターをね、もう優先的に速度も上げて、で、属性エンハンスもつける。まあ、こういうね、エンハンス、大抵別キャラにつけること多いんですけど、まあ、沖縄さんにまず速度バフとかつけるのもありですからね。OK。16000。入るなぁ。はい、あ、まあ、とりあえず、クリアしましたけど、なんだこれ。間欠戦、地下センター、迷いが、寒風が吹きすさぶ海峡。なるほど。寒風でいいのかな？寒風って言うんだけど。なるほど。一気に3つですか。薬模型どこ？この地図上で、ここ僕、迷いがのところ、薬模型じゃないかなって思ってたのにな。違うか。じゃ、どこだ？まあ、とりあえず、やっていきましょうか。パーティー光属性か。あ、これが光属性のパーティー。あれ、もうちょいちゃんとした光属性のパーティーなかったっけ？ないですね。作ろう。少々お待ちください。全体攻撃持ちを、とりあえず、入れて。いけば、OK かな。で、まあ、一応バックにはその他を控えさせておけば、よかろうなのではないでしょうかと。よし、OK。で、迷いが行きましょう。迷いがの、まあ、こっちもステージ1から4ですね。行きましょう。はい、ステージ1。まあ、進める限りは普通にステージを攻略していきたいっていうところもありますけどね。まあ、なんでかって言われると、さっきも言った通り早く進みたいからっていう話なんですけど、まあ、前回のね、通常ステージと同じような感じで、強敵のやつをクリアしないと先に進めなくなったら、もう強敵をやらざるを得ないっていう感じですかね。まあ、でも、一応ね、エリア自体進むのは全強敵をクリアしてから進みたいと思います。まあじゃないとね、さすがに何もね、強敵マークとかを全部クリアしないで先に進むのはなんかちょっとね、完璧にやってる感じがしないんで、と言いつつ、まあ通常ステージの最後のやつ、確か最後の方に1個だけラスボスの後に出てるんですよね。そこ放ってちょっとエクストラ先にやってますけど。
まあそこは後からやります。まあ後からといっても結構後ですね。八雲家の方をちょっと優先的にやりたかったんで、そっちの方に向けてちょっとブーストかけて進んでます。はい、ということで、まあ、結構な雑談を入れてますけどね。まあ特にもう話すことも、まあ、敵も結構強いとはいえども、まあそんなにねスキルを使ってくるわけでもないですし、まあそこまで強くはないですよね。攻撃前に倒しますし、まあとりあえずやれる限りのことをやって普通に回りますけども、どれくらい、よいしょ、まあ結構、あ、結構珍しいキャラもいたな。なかなか雑魚ではレイス出てこないですよね。そっか、レイスが雑魚的で出てくるようになったんだ。レイスってあれですよね、よくあのボスの取り巻きに出てくる攻撃バフかけるやつですよね。全体に厄介なんですよねあれ。はい、まあとりあえず行きましょう。で、まあとりあえず、まあとりあえずが多いな。で、声こんな感じでやってますけど、まあ今後もね、こういう風な感じで体調をね崩すということが、まあ少なからず年 1,2 回は毎回発生しております。去年とかは、まあ、体調不良でも喉を痛めていない場合は撮影をねちょっとやってましたけども、こういう風な感じで、ちょっと動けないようなレベルに体調がね優れなくなることも今後いつあってもおかしくないです。というか今完全に治りきってないんで、それがぶり返してまたね無理な状況になる可能性もあります。なんでツイッターをやっている人はツイッターを、やっていない方はですね、上がっている限りの動画を上がっている限りの一番最新として上がっている動画の方をご覧ください。そうしておきましょうか。そちらの動画の方、まあシリーズは問いません。どのシリーズかはまあ結構まちまちになると思います。一番最後に上がっている僕の動画ですねの、方のコメント欄を見てもらえれば、休みの場合は今日は休みということ、完全に病気とかになった場合は何日から何日までの投稿をお休みするという、理由も含めてをね、書いておきます。そうしておけばまあツイッターをやっていない人でもできますね。よし、それでいこう。とりあえず、そんな感じでいきたいと思います。ツイッターをやっている方はまあ僕をフォローしてもらえればツイートで、まあいち早くお知らせいたします。まあその他いらないことも結構つぶやいたりしますけども。で、ツイッターをやっていない方、またはもうツイッター開くのもめんどくさい方でもいいですとかは、最新の動画の方に、休む理由期間を、書いておきます。それをね参考にしてもらえればと思います。まあそんな感じですね。よし、とりあえずこんな感じで OK かな。あれ今ステージなんだ、ステージどこだ。あ、ステージ4クリアですね。まあじゃあちょっと強敵はまた今度といたしまして、これ多分強敵クリアしないと先進めないパターンですけどもね。まあ強敵はまた後回しにいたしましょう。今回はここまでといたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。